はいどうも皆様こんにちは、いかがお過ごしでございますか。今回はバンダイから発売されました食玩のぷいぷいモルカーコロコロフレンズ、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、バンダイが展開している〇〇フレンズっていう商品名の食玩系のミニ装備があるんですけど、その中の一つですね。で、ぷいぷいモルカーっていうのはストップモーションアニメのタイトルで、そのアニメに出てくるモルモットと車を合わせたような生き物としてモルカーっていう、まあ、生き物なのか乗り物なのかちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうモルカーっていう存在がいるんですね。つまりぷいぷいモルカーというアニメに登場するモルカーたちを〇〇フレンズ系の食玩でミニ装備として立体化、商品化したものがこちらのぷいぷいモルカーコロコロフレンズというわけでございます。で、商品名にコロコロってついてるんですけど、これはおそらくタイヤがついていてコロ走行できるようになっているので、コロコロフレンズという名前になっているんじゃないかなと思います。お値段は1つ300円で、ラインナップは向かって左からポテト、シロモ、アビー、チョコ、テディ、パトモルカー、そして救急モルカー、この7種類です。じゃあラインナップ1種類ずつ見ていきましょうかね。はい、じゃあ順当にね、向かって左側から、まずはこちらですね、ラインナップ1つ目、ポテトでございます。うん、まあ一番露出が多いモルカーなんじゃないかなと思います。モルカーと言ったら真っ先にこれっていう感じのね、このポテトがモルカーの代表格みたいな感じで扱われているんじゃないかなと思います。うん、フォルムは普通にモルカーのフォルムしてますよね。非常に可愛いです。で、このね、オレンジと白のこの塗り分けもしっかりしてますね。はい、つぶらな瞳ですね。目はツヤのある感じで塗装されていて、で、このね、口の部分も塗装されてますね。はい。で、タイヤはプラスチック製ですね。これ本体は装備製なんですけど、タイヤはプラスチック製ですね。なのでタイヤはちょっとね、硬いですね。硬質な素材でできております。はい、まあ普通によくできていると思います。うん、このフォルムもすごく可愛いですし、塗り分けしっかりされてますし、もう全て塗り分けされてますよね。窓も目も口もこのね、体のオレンジと白も、全て塗り分けされていて、まあ、やっぱりね、このモルカーといったらこのポテトの露出が非常に多いので、このコロコロフレンズね、買うんだとしたらやっぱりこのポテトっていうのはね、抑えておきたいモルカーなんじゃないかなと。店頭に並んでいたらね、とりあえずポテト買っておくみたいな感じのね、そんな感じで、まあ、ひとまずね、このポテトは抑えておきたいアイテムなんじゃないかなという、そんな感じはしますね。出来は普通にいいと思います。はい、というわけで、ラインナップ1つ目ですね、ポテトでございました。はい、じゃあ次ですね、ラインナップ2つ目のシロモでございます。はい、シロモは先ほどのポテトとフォルム自体は変わらないんですけど、まあ、一箇所ね、この口が開いてる状態になってますね。ここだけはさっきのポテトとは造形が異なっております。まあ、あとは基本的にはね、ほとんど変わらないんじゃないかなと思います。まあ、塗り分けがね、ポテトよりも少ないというか、もう完全に白一色になってますね。はい、でタイヤは緑色ですね。でね、このシロモを紹介するにあたって1個ね、非常に重要なポイントがあって、この装備の素材がかなりね、柔らかめの素材でできているんですよ。軟質の装備なんですね。というわけで、まあ、結構ね、これ押すとさ、形がね、こんな風にグニグニとね、変わるようになってるんですけど、そこでこのね、シロモというキャラクターの例のシーンですね。このシロモはね、素材が柔らかいので横に潰すことによってこうね、あのシーンを再現できるんですね。こう銃をね、突きつけられて、強盗に銃を突きつけられて、こう震え上がっている状態のシロモっていうのを、こう計らずもね、素材のこの柔らかさで再現できるようになっているというね、これは熱いですね。はい、狙ってやったのか、まあ、素材との兼ね合いで偶然こうなったのかわかんないですけど、プレイバリューっていう意味ではね、かなりこのシロモのね、この縦に伸びるギミックって言っていいのかな、縦に伸びるね、この仕様はかなり熱いんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、ラインナップ2つ目のシロモでございました。
まあ、出来はいいですね。塗り分けっていう意味ではちょっとね、塗装箇所的には先ほどのねポテトと違って白一色なので、まあ、若干のっぺりした感じがなくはないですけど、まあ、このね白もキャラクター的にねこれができることがもう、うん、これでもう勝ちですね。はい、これだけでもう優勝ですね。というわけで、白もでございました。じゃあ次ですね、ラインナップ3つ目のアビーでございます。はい、アビーはね、先ほどの2つともう全く形状が違いますね。この頭にね、なんかリーゼントみたいな感じでこうね、トサカみたいなのがついてるんですよね、うん、なので造形がもう全然違いますね。はい、であと、前半分がねこう黄色っぽい感じの、顔面部分が黄色っぽいクリーム色っぽい感じの塗装を施されてますね。で、側面には初心者マーク、若葉マークがくっついております。うん、まあ、この若葉マークとかね、この頭のこのトサカ状の造形とか結構凝ってる感じがするので、うん、キャラクター的な、そのアビーっていうキャラクター的なところ云々を抜きにして、この造形物として、モルカの造形物として、やっぱりねこういうアクセントになってる部分が多いので、まあ、このあたりはね結構嬉しいところなんじゃないかなと思います。耳も塗られてますしね、うん、塗装箇所もねこう完全に白一色っていうわけではなくて、結構ね細かく塗り分けられているので、うん、このモルカーの中のアビーっていうキャラクター云々を抜きにして、この単純なね造形物、モルカーの造形物としてなかなか魅力があるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、アビーラインナップ3つ目アビーでございました。はい、アビーもね口は開いた状態ですね。はい、じゃ次ですね、ラインナップ4つ目チョコでございます。チョコはねこの今までのモルカーと違って耳に鼻飾りがついてるんですよね、うん、まあ、ここもねアクセントになっていていいんじゃないかなと思います。であとこの耳自体が若干丸っこいですね、他のモルカーよりも、うん、ちょっと丸い感じになってますね。で車体は茶色になっていて、口は開いた感じに造形されていますけど、他のモルカーと違って口の部分は塗装されてないっぽいですね、うん、まあ、その代わり鼻がねくっついていて、鼻が塗装されてますよっていう感じですね。うん、この茶色とさ、茶色と水色の取り合わせってさすごくいいですよね、うん、綺麗だと思います。はい、というわけでラインナップ4つ目のチョコでございました。はい、そして次ですね、ラインナップ1つ目のテディでございます。テディは劇中描写でもね結構モフモフしてた感じだったんですけど、このねコロコロフレンズのテディもめちゃくちゃモフモフした感じの見た目になってますね、うん、他のモルカーたちと比べて明らかにこう表面がねデコボコしてる感じというか、モフモフした感じを意識して造形されているのが伝わってきますね。まあ、ただ塗装箇所はかなり少ないかなっていう感じしますね、うん、車体のねボディ部分はこれは完全に成型色だと思いますし、窓が塗ってある他は、まあ、目が塗ってあるだけですかね、口の部分塗ってないんで、なのでこの、ね、表面部分のこのモコモコ感にもう全てのリソースを割いたっていう感じですね。その他は知らんみたいな感じの、うん、塗装箇所知らんみたいな、そんな感じのね、まあ、出来になっているんじゃないかなと思います。うん、まあ、あとねやっぱりこのさ、テディっていうキャラクターは武装状態、ゾンビが出てきた回のさ、ゾンビたちを駆逐するためにさ完全武装状態になったマッドマックスみたいな感じになったテディの印象が強かったので、まあ、そのあたりのねオプションパーツみたいなのもなんか出してくれるとね嬉しいなとは思いましたけど、さすがにそこまでは高望みっていう感じですかね。はい、まあ、モルカー知らない人にはさ何言ってんのって思ったかもしれないね。このモルカーっていうもの自体がモルカー知らない人にとっては何これみたいな、なんでモルモットと車合成してんのみたいな感じに映るかもしれないし、うん、モルカー知らない人にとってはそこに来てねゾンビだとかさ武装だとかさマッドマックスみたいなモルカーとかさ、そんな話が飛び出してきても何言ってんのこいつみたいなさ、そんな風に思われてしまうかもしれないんですけど、はい、まあ、そんな感じのねラインナップ1つ目のテディでございました。うん、まあ、表面のね造形、このモコモコした感じの造形がいいと思いますけども、まあ、塗装的な意味ではね若干
寂しいかなっていう感じはありますね。まあでもキャラクター的にね、テディ結構人気あると思いますので、僕は結構人気あるキャラだと思ってますので、武装したねテディとかさ、あの辺のねインパクト強かったので、まあそういう意味でねキャラクター人気は強いんじゃないかなと思いますので、まあテディファンの人はねぜひとも買ってください。はい、というわけでラインナップ5つ目のテディでございました。じゃあ次ですね、ラインナップ6つ目のパトモルカーでございます。パトモルカーはね、パトカーのモルカーということでパトモルカーなわけですね。はい、側面にはねポリスっていうね、この警察のねエンブレムが両サイドに貼り付いてますね。うん、でね、個人的に今回のこのモルカーのコロコロフレンズのラインナップ7種類の中で、個人的に僕このパトモルカーが一番デッキいいと思います。はい、うん、完全にねノーマークだったんですけど、パトモルカーって劇中でもねそこまでなんかこう子としてのキャラクターを確立した感じのイメージがなくて、まあ、あくまで警察の中のモルカーの、まあ、一モブみたいな感じのさ、そんな扱いだった、そんな印象があったんですけど、このパトモルカーはめちゃくちゃデキいいと思いますね。はい、まずねこの車体のね天面部分にパトライトが造形されているんですね。でこのパトライトが塗り分けが赤と銀で塗り分けられておりますと。で車体側面にはポリスのねエンブレム、警察のねエンブレムが貼り付けられております。でこれも青と金で塗り分けられていて、そこにポリスっていうね文字がプリントされているんですよね。うん、で口も塗り分けられてますし、目も赤く塗られてますし、窓も塗られてますしっていう感じで、なんかね造形も塗り分けもめっちゃ細かくて、うん、すげえできいいんですよね。すげえできいいのと、あとこのね成型色の色合いっていうのもかなりね落ち着いた感じで、ここもいいですし、この黄色とさ青のねこのカラーの取り合わせっていうのも、うん、これもね立体物として見るとめちゃくちゃかっこいいなっていう感じがして、これマジでめちゃくちゃ良かったですね。このパトモルカー今回のラインナップ7種類の中でダントツに良かった感じがしますね。はい、うん、ちょっとねこれはね伏兵でしたね。うん、かなりのね力を持った伏兵がこんなところに潜んでいたみたいな感じで、ちょっとびっくりしましたね。うん、はい、というわけでラインナップ6つ目のパトモルカーでございました。個人的にはこれめちゃくちゃおすすめですね。はい、たくさん買ってあのパトモルカー舞台みたいなのをね作ってもいいかもしれないですね。はい、というわけでパトモルカーでございました。そしてラインナップ最後の1体ですね。はい、救急モルカーでございます。救急モルカーはね、まあ、見ての通り救急車のモルカーですね。うん、はい、これ赤十字じゃなくてさ、この灰色の十字マークになってるのはやっぱりあの軽率に赤十字を使ってはいけない的なあれがあるんですかね。こんな感じの目が赤くて、でここにねランプがついてて、側面にこの、ね、十字のマークがついているというね、これも結構造形も塗り分けも細かくて、うん、この救急モルカーもねなかなか出来がいいと思います。であとね、個人的にちょっとねこの救急モルカー見ててすげえなって思ったのが、この救急モルカーのデザインなんですけど、救急モルカーってこの他のモルカーはさ、例えばねこのポテトですよ、他のモルカーはこの耳の後ろから車体の後部まで側面には窓がねこう一気に伸びているんですよね。うん、このちゃんと後ろまで窓が伸びているんですよ。ただこの救急モルカーは耳の後ろに窓が1箇所こうポツンと開いてるだけで、でここで途切れてるんですよね。で車体の後部にはこういうね十字架のマークがついてるんですよ。でこれのおかげでこのね窓が途中までしかないおかげで、相対的にこの車体が全体的に長く見えるんですよね。他のモルカーは窓が後ろまで伸びてるんですけど、この救急モルカーは窓が途中で切れてるせいで、相対的にこの車体後部の面積が広く見えて、で車体全体が長く見えるようになってるんですよ。このおかげでこの他のモルカーっていうのは結構コンパクトカー的なそんなイメージがあるんですけど、この救急モルカーっていうのは車体の長さは変わっていないにもかかわらず、見た目の印象がこうバンみたいな感じのそんな印象になっていて、このデザインはねこのコロコロフレンズ触ってて初めて気づいたんですけど、めちゃくちゃすごいなって思いましたね。うん、たったこれだけでこの見た目の印象的にモルカーのね長さを、僕たちが感じるモルカーの長さを完全にコントロールしているって感じがして、やばかったですね。はい、
物としてもね、出来非常にいいと思います。うん。この造形とかね、塗り分けとか、かなり細かいので、はい。QQモルカーもね、かなりおすすめのアイテムとなっております。というわけで、ラインナップ7つ目ですね、QQモルカーでございました。はい。で、まあ、以上がラインナップ7種類の簡単な紹介となります。で、次にね、ギミック紹介したいんですけど、まあ、このぷいぷいモルカーコロコロフレンズというアイテムは、コロコロフレンズというね、商品名の通り、コロコロ、つまりコロ走行ができるわけですよ。というわけで、まあ、コロ走行の方をね、紹介していきたいと思います。このモルカー7種類すべてギミックとして、このね、タイヤがコロ走行するようになっております。なので、まあ、こうやってね、コロ走行させることができるんですけど、ちょっとね、タイヤの回転が良くないですね。あんまりタイヤの回転は良くないです。トミカとかさ、ホットウィールみたいな、あんな感じのスムーズなコロ走行はできないですね。もう本当にタイヤがただ回るだけっていう感じで、こう、床に置いて、滑らせて遊ぼうとしても、あんまりタイヤ回転してる感じがしないですね。うん。まあ、なので、コロコロフレンズっていう商品名でコロ走行ができるようにはなっているんですけど、まあ、あくまでタイヤが回るだけっていう感じで、コロ走行を実際にできるかって言われると、あんまりやってる感じはしないかなっていう感じですね。うん。これ多分ね、そのタイヤ自体がこのプラスチックのパーツとプラスチックのパーツがくっついてることによって、まあ、そこまでね、スムーズに回らないんじゃないかっていうこともあるんですけど、もう一個、この本体の装備が結構柔らかめの素材でできているので、まあ、若干癖がついていたりすると、このシャーシのパーツに、この本体の柔らかい装備のパーツが、こうグッとね、めり込むような感じになっちゃってて、まあ、これとかね、結構タイヤと、この本体のね、装備のパーツの隙間が全然ない状態になってるんですよ。このおかげでこうね、タイヤを回転させようとしても、この装備のパーツにタイヤのパーツが干渉して、あんまりね、回らない感じになっちゃってる部分っていうのもあるんじゃないかなと思います。まあこれは結構個体差の部分がね、大きいんじゃないかなと思うんですけど。うん、なのでこうやって装備のパーツとタイヤのパーツの間に隙間がしっかりとできていればタイヤ綺麗に回転すると思うんですけど、まあ、こんな感じでね、装備のパーツとタイヤのパーツの間に隙間がほとんど空いてないとタイヤはちょっと曲がりにくいんじゃないかなと思います。で、さらにさ、コロ走行させるときってこう地面に置く都合で、やっぱりね、タイヤっていうのは地面に置いたことによってグッとね、上に持ち上がるわけですよ。で、逆に装備のボディっていうのは重力がかかって下にね、ちょっと下がるわけですよ。っていうところもあって、まあ、地面に置いたときにはタイヤと装備のボディが干渉して、まあ、あんまりね、コロ走行する感じにはならないっていうのがね、うん、まあ、個人的なイメージですね。まあ、あくまで本当にタイヤが回転するだけのギミックだと思った方がいいんじゃないかなと思います。あんまり綺麗にコロ走行する感じではないですね。こう、うわーっていう感じで走らせて遊ぶっていう感じのアイテムではないのかなと思います。で、あともう一個ね、モルカーがこうさ、コロ走行するっていうのを絵面的に見ると、これめちゃくちゃ違和感あるんですよ。わかりますかね？モルカー知らない人だったら、タイヤがあるんだったらタイヤで走るの当然じゃんって思うかもしれないですけど、モルカーのアニメ見たことある人ならわかると思いますけど、モルカーってこのタイヤを使って歩くような感じで動くんですね。こういう感じで動くんですよ。こんな風に動かないの。こんな風にね、タイヤを回転させて走らないんですよ。こうタイヤを使ってこうよちよちと歩くんですね。っていう、そのアニメのイメージを頭の中に残っている人は、このね、コロ走行させるモルカーを見ると違和感すごいんじゃないかなと思うんですよね。僕はこれ見て、なんかモルカーではない別種の何かみたいな感じのイメージがありましたね。なんかよくわかんない、ちょっと恐怖を覚えますね。モルカーに似た存在なんだけど、明らかにモルカーと違う生態を持っている何かみたいな、そんな印象が強くて、モルカーこんな風に走らんやろみたいなさ、っていうね、そういうイメージがあって、まあ、おもちゃとしては楽しいんですけど、おもちゃとしてはね、コロ走行するから楽しいんですけど、モルカーのアイテムっていう視点で見ると、この走り方はね、これやばいですね。これちょっとやばいですね。モルカー知ってる人がこの絵面見たら、ゾクってなると思いますね。こいつモルカーじゃねえみたいなさ。まあ、そんな感じのね。まあ、若干違和感がある感じのギミックかなと思いますけど、まあ、おもちゃ的には非常に楽しいギミックなんじゃないかなと思います。まあ、ただコロ走行はね、あんまりうまくできる感じではないっていうのがちょっと残念な部分かなと思います。はい、というわけで、以上がね、
ぷいぷいモルッカー、コロコロフレンズのラインナップ7種類すべての簡単な紹介とあとギミックの紹介でございました。はい、じゃあここからはこのぷいぷいモルッカー、コロコロフレンズのフィギュアとしてのサイズを見ていきたいと思います。で、サイズ確認の中で他のミニカーとの比較っていうのをねやっていこうかなと思っております。このぷいぷいモルッカー、コロコロフレンズのサイズっていうのはだいたい一般的に日本国内で流通しているミニカー、まあ、例を出すとトミカですね。トミカとかと大体同じぐらいのサイズなんですよ。まあ、トミカよりね、一回りでかいかなっていう印象はあるんですけど、タイヤの幅的にはトミカとほとんど変わらないので、まあ、サイズ確認という意味で他のミニカーと比較して、で、他のミニカーとのね、比較を通じて、このプイプイモルカー、コロコロフレンズたちを、他のミニカーとね、絡めて遊ぶことによって、ポテンシャルをね、さらに引き出していけたらいいかなと思っております。で、まずサイズ確認ですね。サイズ確認用のアイテムとして、まあ、これはミニカーではないんですけど、はい。だいたい12分の1スケールのアクションフィギュア、SH フィギュアのボディ君と一緒に並べるとこんな感じですね。うん。まあ、結構小ぶりなアイテムっていうのがね、伝わればいいんじゃないかなと思います。で、こっからは他のミニカーとの比較ですね。比較対象としてまずこちらですね。はい。手持ちのね、ミニカーの中からね、何台か。持ってきました。これがトミカのオロチだったかな。うん。まあ、かなりね特徴的な見た目のボディとなっております。そしてこのオロチとの比較はこんな感じですね。うん。これなかなかいい感じのサイズですよね。まあ車体の高さ的にはモルカーの方が圧倒的に高いんですけど、ただ車体の長さ的にはトミカのね。オロチの方が長いですね。で、タイヤの幅的には、まあ、ほとんど変わらないかなという感じで、若干モルカーの方が数ミリ幅が広いかなっていう、そんな感じのサイズになっております。うん。まあ、こうやって一緒に並べてあげると、これはこれでね、なかなか楽しいんじゃないかなっていう感じがしますね。はい。もう分かんないよ、そのモルカーの世界にさ、このリアルなカーがね、存在するのかは分かんないですよ。うん、モルカーの世界には、こうモルがね、カーの代わりを果たしていると思いますので、こういうね、リアルなカー、うん、生のカー、生カーがね、そのモルの世界に存在するのかは分かんないですけど、あの、馬娘の世界に馬はいないみたいな感じで、モルカーの世界に、まあ、生のね、カーは存在しないのか分かんないですけど、まあ、おもちゃ的にこうやって一緒に並べて遊ぶ分にはね、なかなか楽しいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、比較対象の1台目として、オロチでございました。で次ですね、次はこちらですね。はい、これがトミカのフォークリフトですね、うん。ジェネオだったっけな。はい。申し訳ございませんね。なんかね、こういう、うん、なんか普通のね、ごくごく一般的な車が出てくると思っていた方にはちょっと申し訳ないんですけど、私ね、こういうちょっと一般的な作業にね、向いていない、一般的なその乗用車ではないね、トミカばっかり持ってますので、はい。これですね、まあ、フォークリフトですね。うん。フォークリフト。のトミカなんですけど、まあ、それとね一緒に比較するとこんな感じですね。まあ、このフォークリフトのトミカはかなり車体がでかいんですよ。大柄なんですね。背が高くて、で幅も広いので、まあ、これと合わせるとね結構サイズ的には、うん、なかなかさっきね一回りトミカよりもでかい印象があるって言ったんですけど、こういうのと合わせると、うん、あ、なかなかいい感じのサイズじゃんっていう感じの、うん、そんな印象がありますね。こうやってモルカーをね、こうガーンと持ち上げてね、遊ぶのもいいかもしれないですね。はい。というわけで、比較対象の2つ目として、フォークリフトのトミカですね。確かジェネオだったと思います。はい。フォークリフトのトミカでございました。じゃあ、比較対象3つ目ですね。比較対象3つ目として、こちらでございます。はい。申し訳ございませんね。なんかね、こういうね、ちょっと普通じゃないトミカばっかり出してしまってね。はい。こちらがドリームトミカのカップヌードルですね。うん。まあ、見ての通り、カップヌードルのカップが、まあ、車になっていると。まあ、ちょっとね、イカれた感じのトミカなんですけど、はい。まあ、こんな感じでね、蓋を開けると中にはカップヌードルがね、はい。ありますという感じのね。で、サイズ的にはこんな感じですね。うん。まあ、背が高くて、で車体はねかなり前後は短い感じのね、そんなデザインとなっております。うん。
まあ、こういうねカップヌードルのトミカと合わせてもさ、モルモットのカーだからさ、もともとねこのモルカーっていうのはモルモットのカーなので、こういうカップヌードルのトミカって合わせても、うん、まあ違和感がそんなにないというかね、あそういう世界線なんだなみたいなね、そんなぐらいの印象になるので、まあ、これと一緒に、ね、並べてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、このさ、なんていうの、フォークリフトとか、まあ、こういうねオロチとかね、こういうすごいかっこいいさ車とかと並べると、このカップヌードルの車ってもうどう考えてもイカれてるんですよ。見た目がおかしいんですよ。何これみたいな、何これみたいな感じなんですけど、まあ、その横にモルカーが存在することによって、ああなるほどね、こういう世界線なんだみたいなね、うん、こういう世界観なんだ、まあならこいつらが共存していてもおかしくはないかなっていうね、そんな感じにも映ってきますね。はい、というわけで、比較対象3つ目のカップヌードルカーでございました。そして次もねちょっとおかしな車ですね。次がこちらですね。これもねドビリームトミカの、ピカチュウの乗ったモンスターボールカーですね。はい、まあ、モンスターボールカーね、こんな感じで開くことによって中からねピカチュウが出てくるというね、ピカピカーっていう感じの、そんなトミカとなっております。はい、これサイズ的にはねかなりモルカーと近いものがありますね。はい、まあ、こんな感じのねピカチュウと、ちなみにピカチュウこれ取り外せますね、ピカチュウとモルカーの夢の共演、うん、まあ、こんな感じのピカチュウとモルカーの夢の共演をさせることもできるというね、そんな活かしたアイテムとなっております。はい、というわけでドリームトミカのモンスターボルカーですねと比較するとこんな感じになっております。これ結構相性いいと思いますね。うん、どっちもねこうキャラクター的な感じのね印象が強いので、これはなかなか相性がいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、並べてくるとこんな感じになってきますというね、まあ、なかなかね、イカれた感じの絵面になっているんですけど、いやまだまだですからね、こっからまだいろいろとね、紹介するものありますから。次がですね、ホットウィールですね。次、ホットウィールです。はい。これがね、ホットウィールの、ヘイローっていうね、FPS のゲームのワートホグっていうね、まあ、軍用車両みたいな感じのね、武装した車なんですけど、うん。まあ、これと比較すると、こんな感じですね。はい、まあ、モルカーの世界にねこんな暴力っていうのは、暴力装置っていうのは、うん、あってほしくないとは思うんですけど、まあでもねモルカーの世界の人間たちはこう銃を持ってね強盗とかやってましたの で、 でモルカー自体もゾンビをね倒すために武装とかしてましたので、うん、悲しいからねやっぱりこう世界はねこういう武装からは逃れられないというね、そんな悲しき人間の性をね、うん、感じざるを得ないっていう感じで、はい、まあ、モルカーとワートホグ並べるとこんな感じになりますと。で次ですね、ホットウィールっていう、まあ、ミニカーの、ね、シリーズには結構ねイカれたデザインの車っていうのがたくさんあるんですよ。まあ、人によってはイカれたデザインの車しかなくて、そこにたまにまともなデザインの車が混じってるっていう印象の方が強いかもしれないんですけど、まあ、そんな感じのね、めちゃくちゃかっこいいねカーたちをここからは紹介していこうかなと思います。まずはねこいつですね、ホットウィールのこれがねネズミカーですね。はい、ネズミカーでございます。モルカーに対抗してネズミをカーにしてみましたっていう感じのね、ラットモービルっていう車ですね。うん、はい、まあ、見ての通りねネズミがカーになっているというね、まあ、なかなかねイカれたデザインなんですけど、うん、ネズミカーとモルカー比べるとこんな感じですね。はい、いいね、モルカーにお友達できましたね。プイプイモルカーにチューチューネズミカーがお友達になりました。はい、ちなみに、ね、ホットウィールっていうのは殺走行の性能がめちゃくちゃ高いので、もうこんなねモルカーたちとは比べ物にならないぐらいこいつら走り回りますね。はい、という感じで、ネズミカーでございました。じゃあ次ですね、次はねネズミカーに引き続いてこちらですね、サメカーですね。はい、サメカーでございます。シャークルーザーっていう車ですね。うん、これもバチクソかっこいいですね。うん、はちゃめちゃにかっこいいですね。サメカーとモルカーを並べるとこんな感じになりますと。はい、サメはねモルカーの世界にもいましたので、あのサメ型戦艦っていうのがね空飛んでましたので、はい、モルカー知らない人にとっては何言ってるのか全くわからんと思いますけど、何サメ型戦艦って何みたいな、空飛ぶって何みたいなね。うん、まあでもサメの存在はねモルカーの世界にはいるんじゃないかなと思いますし、
まあ、サメの戦艦がいたぐらいなので、このサメの車もねモルカーの世界にいてもおかしくないと思いますね、うん、何らおかしくない、何らおかしくないので、この並びもね説得力しかないよね、うん、なんならこれさモルカー本編で見たまであるもんね、あ知ってるなって思うもんね、これ見てもさこんなシーンあったなみたいなね、うん、第50話ぐらいであったなみたいなね、そんな幻覚すら見えてくる、そんな感じのサメカーでございます。はい、これなかなかねモルカーと相性いいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次ですね、はい、こちらドラゴンカーですね、ホットビールのドラゴンカー、まあ、ドラゴンと車の愛の子ですね、ドラゴンと車のね愛の子です、愛の結晶ですね、ドラゴンと車がこう交わることによって生まれたね愛の結晶、ドラゴンカー、ロジラっていうね名前の車ですね。はい、ロジラくんは首が稼働しますと。はい、ロジラとねモルカー並べるとこんな感じですね。うん、まあ、これも多分いますよねモルカーの世界にね、うん、モルカーの世界に多分いますよね。はい、なんかいた気がするもんこんなの、こんなねメカニカルな感じのさドラゴンのね、もうメカニカルなサメの戦艦がいたんだからもう何でもいるだろうっていう感じのね、そんな勢いがありますね。はい、というわけでだんだん紹介雑になってきてないと思うかもしれないですけど、うん、長いからね結構だんだんとね紹介がね雑になってきました。はい、じゃあ次ですね、はい、これモルカーと一番フォルム近いんじゃないかなと思います、ホットイールのピラニアカーですね、ピラニアテラーっていう名前の車ですね、うん、モルカーとこれかなりフォルム近いんじゃないかなと思います。はい、これなんならさメカゴジラみたいな感じでさ、この上にモルカーの皮をかぶせてさ、でドカーンクラッシュしたみたいな、モルカーの車体が燃えているって言って、ね、中からねこう燃えたモルカーの表皮が剥がれ落ちた中からこのねピラニアカーみたいなのが出てきてさ、モルカーを襲い出すみたいな回とかさ、なんならあったもんね、うん、第120話ぐらいで見た気がするもんね、メカモルカー襲撃みたいな感じのさ、はい、という感じのね、モルカーと近い見た目のねフォルムのピラニアカーでございます。はい、まあ、モルカーとねフォルム近いんですけど、性能的にはねこいつ段違いですね、もうこのコロ装甲の性能が段違いですね、うん、モルカーでは必ずね負ける、こんなの絶対に追いつけない、この速さには追いつけない、はい、そんな感じのね凄まじいコロ装甲性能を有しております、そんなピラニアカーでございました。はい、じゃあ次ですね、まだ続くんですかって思ったかもしれない、はい、まだまだ続きます、まだまだ続きます。次ですね。はい。これがね、ジュラシックカーですね。これ、ホットウィールのね、スピードエーサウルスっていう感じのね、名前の、まあ、ステゴサウルスが、こうね、車の上に生のステゴサウルスがドカンと乗っかっているっていうね、凄まじいかっこいいカーですね。ステゴサウルスカー、ステゴカーですね。はい。ステゴカーと一緒に並べるとこんな感じ。はい。もう半端ないかっこよさですね。うん。まあ、こんな感じのねステゴカーも存在しますと。はい、今日はなんかモルカーに友達たくさんできていいですね、いい日だな今日は。はい、まだまだあります、まだあるんですか、まだあります。これですね、これがねガンダムの食玩のマイクロボーズだったっけな、まあ、あのダイアクロン的な感じのミニフィギュアをガンダムに乗っけて遊ぶっていう感じのね食玩なんですけど、そのシリーズにはこういうねビークル系の玩具っていうのも入ってるんですね。まあ、その中の一つですね、ホバートラックでございます。ホバートラックと比較するとこんな感じですね。うん。で、このホバートラックの、こういうね、ミニフィギュアがついてるんですけど、このね、このシリーズはこういうミニフィギュアがついてるんですけど、こういうミニフィギュア、まあ、例えばダイアグロン隊員とかでもいいんですけど、そういうのと一緒にね、こうやって並べて遊ぶっていうのも、これはなかなかね、楽しいんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、劇中みたいにさこうやってねモルカーの中にね人が乗ってるみたいな感じの演出もできますし、まあ、こういうねミニフィギュアと絡めて遊ぶっていうのもこのコロコロフレンズをね楽しむためのねかなりナイスな選択肢なんじゃないかなと思います。はい、というわけでホバートラックでございました。で次ですね、まだあるんですか、はい、まだあります、これ次最後だから、次最後だからね、次これですね、てでーん、これがね G.I. ジョーのヒスタンクの、ミニカーですね、はい、ヒスタンクのミニカーです、なんてもの出していけんのって感じなんですけど、はい、ヒスタンクと並べるとこんな感じですね。はい、なかなかね、サイズ的にはね、こっちはねかなり大柄なんですけど、うん、サイズ的には結構悪くないんじゃないかなと思いますね。はい、
で、ちなみにね、このヒスタンクね、ここに赤いスイッチがあって、これを押すと、まあ、こういう感じでね、銃口が光って、で、ライト&サウンドギミックがあるっていうね、そんなアイテムとなっております。はい。まあ、という感じでね、いくつかのミニカーと比較させていただきました。まあ、こういう感じの他のミニカーと絡めて遊ぶっていうのもなかなか楽しいんじゃないかなと思いますので、まあ、このコロコロフレンズですね、ぷいぷいモルカーコロコロフレンズ購入した方はぜひとも他のミニカーとね、絡めて遊んでみてはいかがでしょうか。あとはミニカー系のアイテムと絡めて遊ぶっていう方向性では、こういったミニカー用のミニチュアだとか、ミニカー用のジオラマ的なアイテムと絡めて遊んでみるのもなかなか臨場感があって楽しいんじゃないかなと思います。これがトミカのビルドシティですね、トミカタウンビルドシティのスシローと、あとカプセルトイの64分の1駐車場コレクションっていうやつと、このぷいぷいモルカーコロコロフレンズを絡めて遊ぶとこんな感じになります。はい、これめちゃくちゃ楽しいですね。うん、まあ、実際にそのモルカーの劇中でこんな感じでスシローの中にモルカーたちが入っていってるのかわかんないですし、こういうタイプの駐車場にモルカーたちを止めているのかどうかっていうのは、まあ、正直わかんないですよ。劇中の描写からは若干ずれているのかもしんないですけど、まあ、おもちゃ的に遊ぶ意味ではね、こういう遊び方するっていうのも、まあ、全然楽しいと思います。うん、まあ、こういったジオラマみたいなアイテムだとかね、プレイセット的なアイテム持ってる方はこういうアイテムとモルカーたちを絡めて遊ぶことで、さらにね、モルカーの世界を堪能できるんじゃないかなと思います。まあ、ただなんていうの、コース的なアイテムってあるじゃないですか。ホットウィールなんか特にそうなんですけど、ホットウィールってあれ走らせて遊ぶ前提のミニカーですので、こうドラッグスターみたいなさ、コース系のアイテムっていうのがね、結構あるんですよ。こうループしてるコースだとかさ、スタント的なコースとかいろいろあるんですけど、そういったコース的なアイテムと絡めて遊ぶのは若干難しいんじゃないかなっていう感じはしますね。っていうのもモルカーって、このぷいぷいモルカーコロコロフレンズって、まあ、車体の幅がね結構広いんですよね。で、その上こう耳が左右に突き出ているので、このおかげでこのね結構幅が広くて、でコースの幅にこう合わないんじゃないかなって思うんですよね。うん、まあ、仮にあったとしても、この耳とかが干渉してうまく走らないんじゃないかなと思いますし、まあ、そもそもね、このコロ走行自体が結構性能が怪しいので、なのでそういう走らせて遊ぶコースみたいなアイテム、まあ、スロープ状のさ、坂をこうガーッと転がってくるアイテムだとか、まあ、ホットウィールのね、そういう思いっきりさ、こう車をバーッと走らせて、こういう風にぐるんってループさせたりだとかさ、あるいはジャンプ台からこうパーンって飛び出させたりするようなアイテムと絡めて遊ぶっていうのはなかなか難しいんじゃないかなと思いますし、そういうことをやると、まあ、例えばね、この側面のポリスのマークが剥げたりだとか、耳が削れたりだとかするんじゃないかなと思いますので、まあ、実際に試してないのでちょっとわかんないんですけど、まあ、そういったコース系のアイテムとはちょっと相性が悪いのかなという印象は、今のね、このモルカーの形状を見た感じだとあるかなと思います。まあ、ただこういうね、ジオラマ的なアイテムと絡めて遊ぶのはめちゃくちゃ楽しいですので、まあ、こういうのを持ってらっしゃる方はこのぷいぷいモルカーコロコロフレンズとぜひとも一緒に絡めて遊んでみてください。はい、というわけでバンダイの食玩装備ぷいぷいモルカーコロコロフレンズ全7種類を紹介して、他のミニカーと絡めてみたりとか、あとはミニカー用のミニチュアだとかジオラマだとかプレイセット系のアイテムと一緒に絡めて遊んでみたりしたんですけども、いかがだったでしょうか。アイテムとしては非常に素晴らしいと思います。うん、モルカー系の立体物の中でも多分トップクラスに素晴らしいアイテムなんじゃないかなと思います。造形も塗装も普通に素晴らしいですし、で、これがね、1個300円というかなりお値打ち価格なんですよ。そう、非常にお求めやすい価格となっておりますので、値段に対するね、効果っていうのが費用対効果がめちゃくちゃ高いですね。はい。で、さらにこのギミック的なね、ものも楽しいですね。うん、コロ走行できるようになっているので、そういったギミック的なものも含まれているので、かなりお買い得感が高いですね。まあ、ただこのギミック、コロ走行っていうギミックに関しては、そのモルカーってさ、タイヤを使って歩くように移動するので、そういった劇中描写の印象が強い人にとってはイメージ的にどうなのって思う部分はあるかもしれないですね。で、あとこのコロ走行自体があんまりスムーズではないので、うん、まあ、ただ単にタイヤが回るだけっていう印象は否めないです。うん、コロ走行できなくはないですけど、そこまでスムーズじゃないので、まあ、ギミック的にはね、コロ走行できますけど、
あそこまでねギミックとしてうまく働いている感じっていうのはしないかなっていうのはね、正直ちょっと思う部分はありますね。まあでもギミックないよりはある方が全然いいですし、こういうのはねイメージと違うと言ってもおもちゃ的な意味ではね、こういうギミックついてるのは非常にありがたいので、まあそういったところも含めてお値段が安くてクオリティ高くてギミックもついてて楽しめるっていうのはね、すごくいいアイテムなんじゃないかなと思います。でしかもね、これあのパッケージ見れば中に何が入っているのか分かるタイプの食玩なんですよ。そう、ブラインドボックス仕様なんですけど、パッケージに中にこれが入ってますっていうのが書いてあるので、中にねポテトが入ってますとか、この箱の中にはシロモが入ってますとか、この箱の中にはテディが入ってますとか、そういったことがパッケージ見れば、外から見れば分かる、そんなアイテムとなっておりますので、そこも非常に消費者にありがたいというか優しい感じのアイテムなんじゃないかなと思います。この子だけ欲しいとかさ、僕はこの子が推しなのでこの子だけ欲しいっていう方はそれだけ買えばいいですし、まあ、全種揃えたいっていう人もそのダブリを気にせずね、これを買えばこれが必ず入っているのが分かるので、ダブリを気にせず買うことができますし、まあ、あるいはねダブリが欲しいっていう方にとっては、パトムルカーがね2体欲しいですとかさ、パトムルカー2体買ってパトムルカーでねこう追跡する感じのを再現したいですみたいな人にとっては、そのパトムルカーだけ2体買えばいいと思いますし、まあ、そういった意味でその消費者にね非常に優しいアイテムとなっておりますので、そういうのも込みでかなりねクオリティが高い非常に素晴らしいアイテムなんじゃないかなと思います。まあ、あとはサイズ的に結構ね、一般的なミニカー、日本国内で流通している一般的なミニカー、まあ、トミカだとか、フォットウィールだとか、まあ、マッチボックスだとかね、あとはマジョレットミニカーとか何でもいいんですけど、あの辺のミニカーとかなりサイズが近いので、そういったものと並べて遊ぶっていうのも楽しいんじゃないかなと思いますし、そういうミニカー用のジオラマだとか、ミニカー用のミニチュア、ミニカー用のプレイセットと絡めて遊ぶのもかなり楽しいんじゃないかなと思います。まあ、その世界観的な意味ではモルカーの世界観にそういったリアルな車だとか、あるいはそういうジオラマプレイセットの中に登場する店舗だとか施設っていうのがモルカーの世界観の中にあるのかって言われるとどうだろうなって感じはするんですけど、まあ、その辺はねおもちゃならではの楽しみ方としてうまいこと消化しつつ、そういうねモルカーと他の車を並べて飾ったりとか、モルカーを駐車場とかに停めたりするとモルカーの世界観もね広がる感じがあってすごく楽しめますので、うん、実際ねさっきあの駐車場コレクションのさ駐車場にモルカー何台か停めましたけど、あれめちゃくちゃ臨場感あってすげー楽しかったので、まあ、ああいうのを持ってらっしゃる方はああいう感じで他のアイテム、他のミニカーとかね、そういったジオラマだとかとこのぷいぷいモルカーコロコロフレンズ絡めて遊ぶっていうのもものすごく楽しめるんじゃないかなと思いますので、まあ持ってらっしゃる方はねぜひとも試してみてください。まあ、あとはそうですね、結構ね、この、ぷいぷいモルカーコロコロフレンズ、期待以上に素晴らしいアイテムだったので、こんだけ素晴らしいアイテムってなると、その続編というかね、今後の展開も期待したくなるところですよね。うん。まあ、今回この7種類がラインナップされましたけど、これ以外も、劇中にはね、たくさんのモルカー登場してましたので、まあ、そのあたりのモルカーたちもね、ぜひとも次回作出るなら、第2弾出るなら立体化してほしいなっていうのは、まあ、かなりね気持ちとしては高いですね。まあ、例えばゾンビモルカーとかさ、ゾンビのモルカーとか、あとね第1話で交通渋滞を起こしてたパリピのモルカーとかね、うん、まあ、他にもさ武装したテディ、武装したテディはサイズ的にちょっと難しそうなので、どうなんだろう、オプションパーツを販売するとかさ、あるいはプレミアムバンダイ限定商品みたいなね、プレミアムバンダイ限定商品で1個2000円の武装モルカーみたいなさ、重塗装版武装モルカーみたいなね、武装テディみたいなのを出してくれるとかでもいいと思いますし、うん、あとタイムマシンモルカーとかね、デロリアンみたいなモルカー出してくれても楽しいと思いますし、まあ、他にもね、もうモルカーじゃなくてもさ、サメ型戦艦とかね、うん、サメ型戦艦とか出してくれたりとかさ、あるいは過去にいた、そのモルカーに進化する前の、生モルモットとかね、出してくれても嬉しいかなと思いますので、まあ、そのあたりの劇中には登場していましたけど、まだ商品化されてないアイテムとかもね、第2弾以降出るんだったら、ぜひとも商品化してほしいかなと思います。はい。まあ、非常にね、素晴らしいアイテムですので、皆様ね、ぜひとも買ってみてください。はい。店頭にね、ダッシュして、これをね、棚にあるモルカーすべて買い占めてください。で、施錠的に店頭に実際に赴くのが嫌だっていう方は、通販使って、ボックス買いしてください。はい。ボックス買いすれば、おそらく全種類揃うと思いますので、ボックス買いしてください。うん。2箱でも3箱でもね、何箱でもいいので、買ってください。で、買って、全部開封して、部屋の中をモルカーで溢れさせてください。部屋の中をモルカーで溢れさせることによって、もう圧倒的な多幸感に包まれてください。はい。モルカーは人生の福利厚生ですので、
モルカーを部屋に並べることによってもう絶対的な自分が神に選ばれたっていうね、そういう感覚を得るに至ってください。はい、もう僕からは以上ですね。はい、素晴らしいアイテムですので皆さんもね、ぜひともこれはね堪能してみてほしいですね。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。